さらにまだまだ大変なことになっております。すごい人ですよ、山田さん。いよいよね、あら、このすごい人は何かというと、ザワね、ザワ、こっからの超パでまた大いに盛り上げてくれるだろう、このメンバーだ。一人ずつ自己紹介頼む。じゃあリリリちゃんは最後にしようかな、せっかくだしね。メロチンから順に。はい、メロチンです。みんな元気かい。よろしくお願いします。続いてサリネプロジェクト、サリネニナです。よろしくお願いします。イエーイ。サリネプロジェクトリーダーの鎖根松主、よろしくお願いします。マツです。そしてサリネプロジェクト、鎖根宮です。よろしくお願いします。そしてリョウです。よろしくお願いします。そして最後リリリです。よろしくお願いします。リリリちゃん、リリちゃん、ということでだ。いや、まずはね、本当にもういよいよすぐもうまた超パーティーの用意もあるので、はいはい、一番時間がないのはまずメロチンと、はい、そしてリョウランもそうなのよ。すいません、超パーティーやったのよ。そうなの。なのでメロチンにまず最初に聞きたい、はい、いやもう今回もこれいろんなねブースもいっぱいあったと思うんだけど、やっぱまだ行けてなくて悔しさ残ってるものもあると思うんだけど、はいはい、どこ行けてないのはまだあれですね、あのフードコートやっぱ行けてない。フードコート、お腹減っても今日忙しすぎて何も食べてないんですよ。やっぱ無理だった。何も食べてなくて、いや俺もうこの後すぐ踊ってみたオフがあって、うわうわうわ、そこに行かなきゃいけなくて、うん、で終わったら超パでしょ、ほら、うん、結局また何も せめてちょっとほらこの永谷味のポップコーン、めっちゃいいのあるじゃないですか。このポップコーンだけでもこれ今人気商品だから、これしかもお茶漬け味なんです。食べるだけのお茶漬け、本日初食事ですこれ。もうこれありがとうございます。ありがとう、ありがとう。さあ鎖根プロはどうだったよ、これ今回は行ってみたところ、行きたかったとこ。で松くん、あ、僕はですね、うん、ちょっと近いかもしれないんですけども、うん、ファミリーマートの食べ放題、食べ放題に行きたくて、僕対象商品めっちゃ買ったんですよ。いや行くだけでよかったみたいなんですけど。そうだよ、そうだよ、はい、あれまだ行けてない、行けてないんですよ。うわ、ちょっと早くしないと食べ放題間に合うかな、これ多分人数制限もあるみたいなんで。ほらだよね、はい、うわ、ちょっと頑張って行ってもらいたいな、これね。りょうくん行こうか、りょうくん。はいはいはい。どうだい今回は。今回ですね、僕ね、昨日コスプレのコスプレサミット、ワールドコスプレサミットをやってて、それ僕見に行ってたんですよ。お、いいの。もうすごい。どうでした実際。いやね、あの僕が知らないコスプレのスタイルがあって、それを見れたんで、もうそれはもう収穫でしたね。でも他のまた刺激も得られるからね。本当にこれ、はい、うん、楽しかったです、ね、じゃあ鎖根のひなすんとかどう。同時にマイクを振られてね。僕あのアイマスが大好きなんですけど、アイマスブースに行きたかったなと思って、ね、いい声でアイマス。でもちょっとこのまま行ったらいけそうにないかもね。そうですね。そうだよね、はい、いや、ほんとみんなそうなんだよね。自分の出番もあるからなかなかこれ時間をね割いて全箇所回るのは本当にしんどい。続いて、宮くんは。僕は登ってみたブースに行きたかったですね。登ってみた、はい、ロッククライミング、あのロッククライミングの、はい、あれ一人ずつしかダメなんですよ。あ、そうなんだ。めちゃくちゃ並んでました。そうだな、はい。今後はあれだね、メロちゃん、あのもうなんか前夜祭みたいので一回こう僕らだけがまず見れるみたいな。やりたい、本当やりたい。それあるといいよね、これじゃないと喋れないですね、いろんなこともね。そしてリリリちゃんはどう。リリリちゃん行こうか。ふなっしーのラジオ体操に行きたかったし、 あとグリコのパピコもらいに行きたかった。あ、ちょっとじゃあパピコ届けちゃって。山ちゃんはね、江崎グリコさんとすげえ長いこと仕事してるから、山田専用パピコってあんのよ。山田専用パピコ、もうリリちゃんに渡しちゃう。もういっちゃいっちゃおう、渡しちゃおう、渡しちゃおう。これこちらどうぞ、パピコー、記念パピコー、リリちゃん記念パピコだ、ね、だけどね、もうね、リリちゃん若干溶け始めてきてるから、もう一回冷凍庫に入れてから食べてね。はい、そう、今食べないでね、これね、今回ね、今食べたらね、ふなっしーみたいにブシュってなっちゃうから。ブシャーになっちゃう、えらいことになっちゃうから。いやでもね、ほんとここのスタジオにもね、はい、昨日はふなっしー来てくれて、うん、どえらいことだったんだよ。リリちゃん会話成り立つんですかそれ。え、あ、そうなんだからね、リリーちゃんに言っとくけど会わない方が良かったと思うよ。すごいことになるから、ほんとに押されたりね、ここのね、ガラスも、ね、壊されそうになったり、すごかったからね。パコンパコンってマイクも倒してて大変でしたね。うもうちょっと大人になってから会った方がいいと思う、ね。でもふなっしー、もしかしたらね、超パもね、これサプライズであるかもしれないよ、これ。お、ね、あー、ふなっしーもう、昨日すごいことになってましたね、ふなっしー、ね、今日はどうなんだろう、わかんないな。これ、はい、今回ポイントで言うと、超パーティーは何ですかね、言える範囲では。ポイントですか、はい、今、なんか一緒にいるこの子人たちが
何かしらの絡みがあるかもしれないので、絡みがぜひ、ね、三角関係だったよね。え、三角関係、ね、三角関係かもしれない、うん、三角関係、そこら辺注目して見てもらえれば、はい、何が起こるのか見てもらいたいなっていう。超パーティーもうチケットもらってる人いるの？大丈夫、このまま超パーティー行くって人もいる？あ、いるんだねこれね。お、結構いますね。あ、ではまたね会場で楽しんでください。さあ本当にこれ時間が来てしまったんで、一回ここで、はい、リョウランとメロチンだけはお送りしたいと思います。あ、でもりょうくんも踊ってみたブースのとこ行くんじゃない？じゃありょうくん、メロチン、りょうらんは一回送り出しましょう。りょうくんは大丈夫なんじゃない？俺は大丈夫、りょうくんは大丈夫ね。丈夫、じゃあやっぱりメロチンとりょうらだけでいいんだね。大丈夫ですか？はい、じゃあすごい錯綜してるけどあのでも僕もあの超パーティー司会なんですけど、そうですよね、あの実はまだ打ち合わせ終わってないところが多々あって、あのこれからもっと面白くするために綿密なミーティングをしてまいります。じゃありょうらん、メロチンだけでいいの？はい、いってらっしゃー。はい、いってらっしゃいました。超パもよろしく、頑張って、いってらっしゃい。この後の超パも頼んだよ、よろしくね。すごいことになって、みんなだから掛け持ちだから、そうですね、バッタバタのタイムスケジュールの中で、はい、いや、えらいことになってます。ありがたいですね、その間に来ていただいて。りょうくん、でもね、本当にそのコスプレブース見れて、こうまずちょっと刺激受けたっていうのもありますけど、そうですね、はい、他のところもまだまだ実は見たかったとかあったでしょ？いや、見たいですね。僕ね、相撲が見たいんですよ、ね、さっきまでそこに親方が座ったんですよ。いたんですよ、親方が座ってた同じ席です。本当ですか？悔しいね。ちょっとだけ見た。あ、見た、リリちゃん見た。どうだった？まあ、いいの。なんかやってないけど、用意しちゃった。おー、あ、用意？用意、大きかった？やっぱ大きいよね。すごいんだよ、ご飯もいっぱい食べんだよ、あっという間にあんな大きい体になるんだって。だけどなんか聞いたらニコニコ動画してる人もいて、あ、そうなんですか？見てる人も多いんですって今。あら、そうなの。リリちゃんのこと知ってんじゃないの？知ってる、リリちゃんを知ってる関取さんもいますよ、だから、これからは。嬉しい。ねえ、ちょっとこれまだ応援ってね、わかんないよ、あのさっきほら、おかみさんも来てくれてたから。そうですね。いつの日か、リリリさんがどっかの親方のおかみさんになる日も来るかもしれませんから。ね、お相撲さんと結婚したらもう、おかみさんですよ、これ。だよ。なかなかないよ、これ。ゆりちゃん、今日はもうどういうものか決めてるの？何をやるかとかは。内緒。あ、内緒、気になるな。言わないね、言わないね。楽しみ。ちょっとだけ、ちょっとだけ。ほんのちょっと。ほんのちょっと。誰かと踊る。誰かと踊る。確かに。誰かと踊るね。ありがとう、言ってくれた。言ってくれたね。優しい。これだけはもう間違いない。みんなもチェックしてこれ。結構ギリギリですよね。これもね、情報ギリギリの情報だから。これ危ないですね。危ない。しかもね、今日皆さんに、実はこの今、ほら、真ん中にいるこのロン毛の、何を隠そう、ラブミードゥちゃんといって占い師さんです。まあ、全てを占ってくれます。もう今何でも聞いてくれれば、はい、今後なのか今年の抱負なのか、まあ、例えば来年なのか、あとはまあ恋愛でもいいです、何でもいいです、ちょっと聞いてみてください。何もかも当てます。これは気になってること、結婚の話が出たんで。あ、そっか、ね、お相撲さんじゃなくて、はい、やっぱり僕たちもね、みんなリリちゃんと結婚したい、結婚したい、結婚したい ね。じゃあこの3人の中で誰がリリちゃんに一番近いか。あ、これでもまあ測るまでもないかもしれないですが、ね、あ、何を言ってるんですか。まあ、まあ、まあそれをじゃあじゃあまず一応うちを占うだけ占ってもらって、あとでリリちゃんに答えを聞いてみましょう。はいはい、3人で一番タイプは誰と。あ、3人そう、3、あ、よく見れましょうかね。4人の中でやりますか。あ、じゃあぜひぜひ。さん、いいですか、本当に選ばれなかった時のショックとか結構。いや、大丈夫大丈夫、信じてる信じてる信じてるから。よし、さあ、いきますよ。さあ、占い的にはですよ、占い的にはラブミドゥはどう思うのか。ちょっと待って、これ言っちゃうとあれだから、そうです、先に書いといて、ね、はい。さあ、そしてリリリちゃんから答えを聞きたいと思います。リリリちゃん、リリちゃん、ちょっと難しい質問なんだけど、もし大人になってこの4人の中の誰かを好きになるとしたら、一番好きになりそうなお兄ちゃんはさて誰だと思いますかっていうのを聞いてます。答えてみてください。指さしてもらってもいいよ。さあ4人の中から選んでください。一番かっこいいお兄ちゃんだなと、私デートしてもいいわと思うのは、せーの、誰？これ使うでも分かるやろ、これ。即答でしたね。即答。でも、あとでパピコ買ってあげようと思います。まあ、そりゃそうでしょうね。だってあとの3人は素顔が見えませんから。そうですね、そもそも ね。さあ、ラブミートの占い渡ってるのか。お、お、発表お願いします。私は彼なんだ。ほら、ほら、あの
性ある、可能性ある、占いのが当たるから。そうよ。そうなんですか。いや、テレもあるし、あの結婚するっていうことは、うん、その世代になった時のことを考えたら、はいはい、意外に16歳になった時の気持ちはこうなる可能性がある。あれ、来た来た、一気に涼くんがこれ納得してないよこれ。さっきいい気持ちだったのに、なんて占いなんだと。ねえ、あー、なんで上げて落とすのかな。あれこれ、ビーチャーもめちゃくちゃ微妙な顔してる。めっちゃ不服そうな顔してる。そうだ、そもそも4択っていうところにリリちゃんの不満はあったね、これね。あ、そうなんですね。でもみんなこんな仲いい感じのこの雰囲気はそのまま超パに伝わるから。いや、もうそうですね、でもブースも今すごい人気で、ちょっとやっぱ前にどんどん押しがひどいみたいなので、うん、あの現場で聞いてる方ちょっと一歩後ろに下がっていただけると。そうか、ちょっと、はい、ごめんね、もうちょっとだけごめんね、後ろの人がまず少し半歩下がって空間を作ってくれないと、前の人は今何も動けないので、それだけ協力してもらっていい。後ろで見てくれてる人からなんですよ。なのでまずちょっと一番自分は遠いな、関係ないなと思ってるかもしれないんだけど、その人が半歩ちょっと下がってもらえると、その、空間から順番に前の人が少しフェンスから離れることができるので、ちょっと離れてもらっていい？ごめんね、やっぱりなんとなくみんなね、どうしても前見たいんで、前の方に意識が上がってきちゃって、こう近づいてきちゃうんだけど、ごめんね、後ろの人たちから順番にちょっと下がってください。あのね、本当にもう番組上あと1時間ぐらいなので、はい、ここでね、せっかくでなんかこう怪我したりだとか、なんかね、ちょっと調子悪くなっちゃって、このままニコニコのね、超会議3が終わるのは嫌なので、どうかみんなちょっと協力してもらえる？うん、頑張って頑張って、そうそうそう、ちょっとずつでいいから、うん、半歩動いてくれるだけでね、かなり違うんだ。半歩後ろから下がってもらって、で、あのどうしてもちょっときついから下がってほしいという人は手を挙げて一回後ろ振り向いて、そうね、みんなこうぼっちで来てくれてる人も多くてね、なかなか声かけづらかったりとか出しづらい人もいると思うんで、いいかな、ちょっとずつずつ出てもらえる？ごめんね、頑張って頑張って、うん、むしろあれだよね、少し離れた方がモニターは見やすいかもしれないよね。ありがとうございます。そうだよね、すごい人が多いですね、うん、人多いですよね、偉いことになったねこれね、すごいすごいすごいね、気持ちはわかるけどね、みんな大丈夫？じゃあちょっとリリリちゃん、ちょっとこう立ったりしてね、みんな後ろの人も見えるように、うん、あの椅子の上に立ち上がってもいいよ、うん、ね、そうそう、そうすれば後ろの人もリリリちゃんのこと見れるから、そうそうそう、ヘッドホン外した方がいい、さすが、ちゃんと靴を脱いでね、そう、もう今日大サービスタイムするから、だから後ろの人も心配しないで、ちゃんとリリリちゃん見れるから、うん、いくよ。あ、もうカメラを構えてる人もね、なので前出てこなくても大丈夫だからね、はい、来た、はい、リリリちゃんですよ、見えますか、あー後ろ見えるね、よかったよかった、これでちょっと安心、もうちょっと半歩下がってね、またリリリちゃんが来たっつってまた前に行くのやめて。一緒だから、それ一緒だから、そうよ、少しずつ下がって、ありがとうね、リリリちゃん、ありがとうありがとう、じゃあちょっとね、りょうくんもじゃあもう一回前に出て、少しちょっとこれ、この少しちょっとね、立ってもらってこう手を振ってもらうと、みんな後ろの方も見えると思うんだ、なかなかやっぱどうしてもね、後ろで見えない人がついつい前に来ちゃうから、あ、はい、了解、ありがとう、後ろの人も、あ、手振ってくる、ありがとうありがとう、見えてる、端端の方ごめんね、これね、いきなりいっぱいになっちゃったからね、さらに行きましょう、ほら、サリネプロジェクト、はい、3人ぜひみんな集まっていただいて、そうね、なるべくちょっと立ってね、こう線を送ってくれて、ありがとう、激しい、見えてる、みんな超激しい、見えてる、超パーティー前なのにまだ余裕の体力で、ありがとうありがとう、いや、すごい人ですね、ほんとすごいですね、後ろの方見えたけどすごい、ほんとそうなんですよ、で多分ここでずっと今回ほらね、これりょうくん見てもらえるようにキャンパスノートが当時あの学生の頃にいっぱいお世話になったであろう、これ今回あの国与さんとのコラボでのステージだから全部キャンパスノートが貼ってあって、であのこの壁面も大きなキャンパスノートになってるんで、みんながメッセージ書き込めるようになっていて、あ、そうなんですか、そうなんです、うわ、なのでさらにこれ今そしてこのマリオさんとセラさんという絵師のオリジナルデザインのノートもあって、このキャンパスノートっていうのを今日皆さんにずっとお配りしてたんです、持ってる人いるかな、ね、手に取られた人、ね、そう、これね、限定5000名で本当に今日、昨日で1万枚作ったんですけど、1万冊、はい、そうなんです、これね、
ぜひ今日ゲットしてもらって皆さんも思い出してもらえればと思ってますんで、そうだよね、りょうくんの分とかこれそうですよキープしとくんだったねこれ。あ、でもね、まだこのネットユーザーで今見ている人今10万人いるんですけど、はい、抽選でもまだもらえる枠は確保しております。こっそり後からりょうくんの ID, ID 聞いておきますエントリーしておいて、ね、そのことも全部できますんで、お、いや楽しみに待っててください。こういったものもね、まだこれからのいよいよ4時過ぎぐらいから発表して、はい、そしてなんとあのセラさんとマリオさんのデザインの黒曜チェア、この椅子なんですけど、うん、この座面も実は2人がデザインしたものが今展示されてまして、うん、この椅子も実は今日中に2名の方にプレゼントして終わる、そうなんですよ、欲しい、あのこの椅子も黒曜さんのチェアなんですよね。これ今本当だったらカメラさんが行って椅子取りたいところなんですけど、今多分そこにも今人が通れないです。お客さんがいっぱい入っていただいて椅子が映らない状況になってる。リリリちゃんにも見てもらいたかったね、あのね、オリジナルデザインの。そうなんですよ。これね、マリオさんの絵がいっぱい描いてあるの、この後ろとかに。すごい可愛くて素敵。そう、クッションの部分に欲しいよね。絶対欲しいよね。そうだよね。え、誰かもう抽選あげんのやめる？リリリちゃんにあげる？ね、リリちゃんにぜひ。それぐらいの気持ちだよ。いいね、いやーでも本当にいよいよです。あともうね1時間ぐらいでこの町会議自体はね、この3終焉が近づいてまいりました。いやもうすぐかね、ちょっといろいろ回りたいね。まだね本当にいろいろ回ってもらいたいところなんだけど、やっぱり町パの準備もあるしね、そこもあるから、どうしても行きたかったっていうところで言うと、あの自衛隊だとほらあそこら辺のヘリコプター寄せてね、深海のものもまだいっぱいあったと思うんですけど、なんか代わりに何か情報を教えてもらいたいものがあれば今コメントで、多分きっとね2窓3窓で見てたユーザーがいっぱいいますんで、はい、どこが興味ありましたかねとかね、知りたいところ他にもねあればみんな教えてあげてください。皆さんにもね、あとね超歌ってみたブースとかもねすごい盛り上がりだったし、カニもやっぱりゲームのとこもそうですが、そうです ね, ね、今多分きっとこの後、あ、なんかありましたか、はいはい、気になるブースですか、はい、やっぱ気になるのは、いや一番はあれですね、深海6500とか、あそこら辺の、やっぱそうでしょ、そこら辺、じゃあもう普段海の下にあるんで特別に見せちゃう。わ、昨日入ってきたんですよ。あ、そうなんですか、ね、さらに潜入してきたんですよね、山田さん。これはね、絶対僕しか映せないと思うんですよね。こっから入っていくんですよ、そっから、うわー、この入り口からめっちゃテンション上がる、やばい。あ、しかもめちゃくちゃでかいね、やばいでしょ、で、そこから入っていって本当に1人しか通れないぐらいのはしご で、ここに作業するときは3人乗り組んで、さらにそれ写真をスライドするとね、またね、これね、多分あのコックピットみたいなものが見えてきて、すごいすごいでしょ、これ本当に1人1人分なんですね、これ。そうなんです、そのぐらい狭いんですね。そこでだいたい作業自体は8時間ぐらい作業するらしくて、でしかもその作業ができるような、まあ、本当に訓練された人たちっていうのはまだ日本に12人しか存在してないんです。あ、そうなんですね。6500を操れる人は僕深夜バスでダメですよ深夜バスと深海ね、ちょっと似てる、全然違うもんね、操縦が。ありがとうございます。いやいや、すごいものに乗せてもらいました、ね、こんな体験もしていったりとかね。おっとね、ここでまた新しい情報ありました、はい、何ですか。我らがニコラジでよくおなじみの、はい、山田技術部が今、はい、会場に来てくれて、はい、これ分かりますかね、ニコラジファミリーとゲストの皆さんへ、そしてリリリちゃんにもぜひあげてくださいということで、町会議3のコースターをオリジナルで自分でレーザーで作ったそうです。おお、すごい、何この完成度欲しい、すごい、え、すいません、あのこの方今普段は武蔵小山で餃子バーをやってますよ。何の仕事か分からない、餃子焼いてるかと思ったらコースター焼いてましたよすごいクオリティ高い、これはレベル高い、ね、あ、じゃあ売り物ではないですから、これは漏れなくプレゼント で、ね、どうぞ使ってください。普段使いにリリリちゃん、わ、あら、でこれあのツイッターだとかでどんどん自慢してもらいたい、これ、あ、ありがとうございます、これ嬉しいな、これこれはすごい出来だね、いただきます、これはガチでレベル高いね、お、うわうわ、ありがとうございます、ありがとう、これいや嬉しいね、これね、あ、多分あのあれだよ、みんな武蔵小山の餃子屋行ったら作ってくれるよ、きっとこの後行っちゃえばいいんじゃないいいですね山田技術部、餃子じゃなくてコースター焼いてっつったら焼いてくれんじゃねえかな
すごいね。すごいです。レベル高いね、これ。トースターか。うわ、ありがとう、山田技術部。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ちなみに、マリオさんは大体入り浸ってます。はい、大体。餃子美味しいです。ね。餃子美味しい。そうです。そう、あそこ唐揚げも美味しいんですよね。そうなんです。餃子バーのくせに唐揚げがうまい。超美味しいですよ、もう本当に。すごいことです。大体マリオさんがいますから、はい。これはびっくりだね。しかし、あれだね、山田技術部、来んの遅かったね。そうですね。もう多分終わってるよね、いろんなもんね。何も見れないと思うんだけど。本当にただこれを届けに来たんだね。どうしてもリリリちゃんに渡したかったんだろうね、これ。リリちゃん、どうですかこれ見て。かわいい。かわいい、うん、本当もう一個いる。あ、じゃあもう一個あげる。もう一個あげる。あ、嬉しい。いいね。家族で使って、これ、ね。ありがとう、これ。いや、これちょっと自慢になるよ、これ。リリちゃんにコースターを渡した男。おなかなかいないですよ。だってまだ今自分で酒飲んだりしませんからさほど。そうです、ソフトドリンクをね置いたりして使ってください。ね、使ってちょうだい、これ。いや、ありがとう。いや、でもね、本当にじゃあそろそろ超パーティーの用意もございますので、はい、ね、皆さん拍手で送り出しましょうかね。超パーティー頑張ってね。いってらっしゃい。行ってきます。ありがとう。ありがとうございました。りょうくん、リリリ、そして鎖でブルース、ありがとう。